マリーンズ今日は佐々木朗希の先発登板ゲーム今シーズン5試合目でした。立ち上がり156キロという速球も連発で西川を空振り三振、その後高浜内野安打、近藤をフォアボールに打ち出したんですが、渡辺はセンターフライに打ち取ってランナー2人残塁、ゼロで立ち上がった佐々木朗希です。さあそしてマウンドにはファイターズ5連勝中の伊藤大海、藤原が内野安打で出て二塁に行ったんですが、中村三振、マーティンも三振と、共にランナーを出しながらゼロという佐々木朗希とルーキーの伊藤大海でした。2回です。ファイターズは万波ヒット、石井フォアボール、ランナー2人置いて進塁して1番の浅間。ここはリジーさん、はい、追い込んでいたんですけれどもね、逆球で甘いボールになってしまいましたよね、はい、ここはね、タイムリーツーベース、ファイターズが先制、2点を取ります。佐々木朗希がこの回失点を喫しました。さらに3回です。ツーアウトから渡辺にヒットを許して、野村のこの当たりがライトのヒットになるんですが、ご覧いただきましょう、このマーティン、オサスです。いかがでしょう。いや、珍しい外野のジャンピングスロー、素晴らしいですね。しかもアウトというところで、そしてバックは盛り立てるんですが、ただ今日は伊藤、なかなかマリーンズは攻略できませんでしたね。いや、でも出来は素晴らしかったと思いますよ、今日も、はい、常にストレート、ストライク、変化球も含めてストライク先行でペースを握っていました。そんな中、4回、佐々木朗希が石井から見逃しの三振を奪って、今日3つ目。その後、石川遼もレフトフライ、この回初めて三者凡退に打ち取ったんで、ここで立ち直るかなというところがあったんですがね。そうですね。そして伊藤のピッチング、こちらは逆に変わらずにどんどん良くなってきました。何が良かったですか。いや、中盤はね、こうチェンジアップを使いながら目先を変える投球もやってましたよね。本当工夫された勝ち方を知ってる投手だなと思いましたね。今日もスライダーは何種類も投げてたようにすら見えましたよね、うん、はい、そう言ってる間に5回、ランナー2人を置いてノーアウトで、このバントの処理が実はそれてしまうんです。これがエラー、ランナーがホームインで3対0。5回のファイターズ、なおもランナー1、3塁に置いて4番の近藤、しっかりとライトへ犠牲フライを放ちます。これで4対0。まあ、その後佐々木朗希は後続を打ち取るんですが、結局5回85球8安打、これは自身ワースト、3三振の3フォアボール、4失点、自責は2という内容でした。伊藤はというと6回も変わらずに、鎌田がこの回先頭でこらえたかなというところを三振で悔しがります。さらにランナーを出したんですが、中村は打たされてのセカンドゴロ。徐々にランナーはフォアボールなどで出すんですが、ヒットは遠いマリーンズ。さらに7回は変わった3番手の小野から3番の高浜、すごい当たりでしたね。いや、インハイの、ね、難しいボールでしたけどね、腕を畳んで素晴らしいバッティングですよね、これね。第5号ソロホームランで5対0とじわじわファイターズが差を広げて、7回、ノーアウト1塁、マーティンがフォアボールを選んだんですが、レアードはピッチャーゴロ、143のダブルプレー。伊藤は7回121球、自身最多1安打ピッチング7奪三振、好投でした。何か4月21日は岡のサヨナラホームランで終わって、本人勝ち取れませんでしたので、リベンジしたような感じになりましたね。素晴らしいピッチングでしたね、今日はね。で、今度は4番手の東がマウンドに上がって、ランナー1、3塁と、ここはファイターズがチャンスを作りましたが、東がここは自信にしている変化球、打ち取ったものの、ランナーはホームを踏んで6対0。そして8回、ようやくマリーンズは藤岡の今日チーム2本目のツーベースが出て、安田の当たり、これが内野安打かつセカンドの送球がエラーというジャッジメントで、ようやく1点を返します、6対1。しかし9回、マリーンズは下位の先頭中村ヒット、マーティンもセカンドのエラーで出塁したんですが、レアード角中三振、エチェバリアセカンドゴロで試合終了。
ファイターズが旭川から続いて3連勝、マリーンズは7月初黒星で連勝5でストップ、伊藤大海が実に6連勝をマークしております。